見ればすべてがわかる超解説パインウッドオートキャンプ場マスターコーススタートです。今回は山梨県山梨市1日10組限定、宣伝活動一切なし、口コミだけで大人気漫画ゆるキャンの聖地パインウッドオートキャンプ場を超解説します。超解説フロー1、パインウッドオートキャンプ場ここがすごい、2、キャンプ場完全データ3、パーフェクトマップガイド4、楽しみ尽くす近隣丸分かりデータ以上で超解説します。1、パインウッドオートキャンプ場ここがすごい、宣伝営業活動ゼロなのに大人気。一番の特徴はキャンプ場運営サイドが宣伝営業活動を全くしていないこと。ホームページすらありません。商売系ゼロと言っても過言ではありません。それでも絶え間なく各地からキャンパーが訪れます。近年は大人気漫画ゆるキャンで登場するイーストウッドキャンプ場のモデルとなり人気に拍車がかかりました。人気の理由、宣伝営業活動ゼロなのになぜこんなに人気なのか、人気の理由を紐解きます。1、新日本三大夜景、夜景愛好家が立ち上げた非営利団体新日本三大夜景夜景百選事務局が2003年4月に発表した三大夜景が新日本三大夜景、その一つが山梨県山梨市の笛吹川フルーツ公園からの夜景。この笛吹川フルーツ公園を北方向に車で5分登るとパインウッドオートキャンプ場があります。キャンプをしながらサイトで新日本三大夜景が楽しめてしまう、これが理由の一つです。ちなみに笛吹川フルーツ公園を西に車で3分登るとほったらかし温泉で有名なほったらかしキャンプ場があります。他の方も言っていますがパインウッドオートキャンプ場はほったらかしキャンプ場に対して標高が約130メートルも低い分、建物が近く夜景もより近く大きく迫力があります。また夜景を十分に楽しめるようサイト内のランタンが明るすぎるとオーナーさんが注意をしてくれます。夜景を十分に楽しんでもらいたいという姿勢が強くオーナーさんから感じられます。2、1日10組限定のプライベート空間、キャンプ場は1日10組限定、1サイトごとの面積が非常に広いのが特徴です。例えば視界が広く取れ景色がよく見られるように全サイト横幅だけで10メートル以上は最低限確保されています。隣り合ったサイトでも隣人の存在を忘れてしまうほどプライベート感が抜群です。広々ゆったりとしたスペースで静かに夜景を見ながら食事ができる最高の時間を過ごせます。3、男の隠れ家、管理棟横に大きくアウトローライフの文字、アウトローとは一般に無法者およびそのような生活スタイル、法の拉致外、自分の信念や弱肉強食が正義という世界に自ら好んで身を置くを示す俗語です。ゆるキャン聖地巡礼で訪れるファンの一部の方の無断侵入やゴミのポイ捨てなどのマナーに欠ける行動からオーナーさんが激怒、お客に対してのアウトローな対応から口コミ評価が賛否両論大きく分かれる他に類を見ないちょっと珍しいキャンプ場です。マナーを守れば快適で素晴らしいキャンプ場というグッド評価がある一方、電話で問い合わせをしたら途中で切られた、下見に行ったら怒鳴られて追い返された、薪割りの音がうるさいから帰れと言われたなど客商売ではありえない対応、特に電話対応が最悪というのが主なバッド評価です。アウトローライフを掲げるオーナーはキャンパーをお客様扱いしません。一人の人間として真摯にキャンパーと会いたいし、自分の信念にのっとった是々非々がはっきりしています。妥協を許さない結果客商売ではありえない接客になると私は考えます。キャンパーに対してのマナー意識が高いので所作が十分に身についていない初心者さんや小さいお子さんのいるファミリーキャンパーさんには正直私はあまりお勧めしません。パインウッドオートキャンプ場は大人のキャンパー向け、男の隠れ家的なキャンプ場です。2、キャンプ場完全データアクセス、住所はこちら。ポイント、 Google マップで行くとキャンプ場裏手の車がほぼ通れない急車の小道に案内され、結果そのまま進むとひどい目に遭います。 Google マップ利用者は行きも帰りも一度ほったらかし温泉まで行き、ほったらかし温泉からルート検索するとデスロードへ案内されずスムーズです。ロケーション、山の斜面を切り開いて段々にした見晴らしの良いサイト、未就学児はサイトが崖になっていて危ないとのことで来場 NG です。開業は1994年、もともとはブドウ畑だった場所をオーナーさんが自分でキャンプ場にしたそうです。営業期間通年営業、定休日なし、予約方法ホームページなし、インターネット予約不可、電話のみの予約受付です。サイトの指定はできません。入場し次第
空いている好きな場所に設営するスタイルです。いい場所を確保したいなら12時ちょうどに行くことをお勧めします。12時前に行くと怒られますので注意。ポイント、予約時の電話が要注意。オーナーさんは電話に出ても名乗らずはいとしか答えません。その後のこちらの出方を見ているそうです。簡潔に予約を申し込まないと途中で電話を切られてしまうそうです。電話応対に接客は期待してはいけません。予約の取りやすさ、ホームページがないので正確には分かりませんが、私が利用した3月上旬は平日は当日連絡しても空きがありました。夏休み週末が特に混むそうです。予約受付開始日、常時受付。キャンセル料ありませんが、キャンセルするなら早めに連絡しましょう。料金、サイトごとではなく一人ごとの金額で1人4000円、駐車料金込み。ちなみに私は3月、大人1名、ソロで4000円でした。スタンプカード割引なし。標高、気温、気候。標高574メートル。標高100メートルで気温が 0.6 度下がるので、平地より3度から4度低くなります。3、パーフェクトマップガイド。全体レイアウト。マップをもとに解説をしていきます。入り口出口。入り口出口は1箇所。手前のストップの看板で車を止めて事務所で受付を済ませます。管理事務所受付、楽器類が多く並びソファーがあるこの部屋が受付です。受付からアウトロー感が出ていてかっこいいです。受付で料金を支払えばゴミ袋をいただけます。チェックインの手続きはたったこれだけで完了です。名前と住所の記入や場内の設備や注意事項の案内など、一般的なチェックイン時の手続きは一切ありません。あとは自分で好きなサイトを選んで設営します。受付付近には看板犬である真っ黒な甲斐犬福ちゃんがいます。人懐っこく寄ってくるので可愛くて大人気。甲斐犬という品種は山梨県が原産の猟犬。ピンと立ち上がった耳の形はまさに甲斐犬の特徴であり、非常に頭がいい犬として知られています。実は1934年に国から天然記念物として指定されていて、非常に珍しい犬種でもあります。チェックインアウト、時間と手順。チェックインアウトともに12時。特にチェックインはそれより前に行くとオーナーさんに怒られます。いい場所を取りたければ12時ぴったりを目安に行きましょう。決して12時前に行ってはいけません。アーリーチェックイン、レイトチェックアウトありません。駐車場、台数と車両規制時間、車両通行禁止時間はありませんが、道も狭く危険なので夜間の移動は避けましょう。消灯時間は24時です。サイト、宿泊施設種類、キャンプサイトのみ。サイトはひな壇形状で全部で6段展開。下から1段目2サイト、2段目管理棟のある段2サイト、3段目3サイト、4段目1サイト、5段目1サイト、6段目2サイト。サイトは全部で11サイト。サイト、宿泊施設特徴、ポイント、下から説明します。1段目2サイト、特にこちらは一番眺望が良いエリア。眼前には甲府盆地の絶景しかありません。プライベート感も 120%。 2段目管理棟のある段2サイト、こちらも見晴らし良く最高です。手前のキャンパー一組越しの景色となるのでプライベート感はやや落ちますが最高です。事務所脇の以前サイトだった場所は今はオーナーさんの駐車場になっています。3段目3サイト、すべて甲府盆地の景色を見下ろせます。手前2段分のキャンパーも視界に入ってきますのでプライベート感はだいぶ落ちますが、他キャンパーさん越しに景色を見るのもまた味わいがあって良いです。4段目1サイト、正面電線が気になりますがキャンプ場をしっかり見下ろせて見晴らしが良いです。5段目1サイト、甲府盆地の景色は木々で少し隠れますが右手方向全サイトの中で一番しっかり富士山が見えます。6段目2サイト、木々で甲府盆地の景色は隠れがちですがプライベート感は最高です。おすすめサイト、おすすめは1段目下の段ほど目の前を遮るものがなく絶景です。甲府盆地を一望できます。地質と水晶ペグ、サイトはオーナーさんがショベルカーで常に整地して非常に綺麗です。常に整地され固められているので砂が踏み固められていて非常に硬く、単造ペグをおすすめします。水はけ、地質は砂なので水はけは比較的良いですが継続的に雨が降ると水たまりができます。直火可避、直火は不可、持参の焚き火台かサイト備え付けの
タイヤホイールで焚き火ができます。朝露夜露特にありませんでした。トイレ設置箇所、トイレは2箇所すべて簡易式、水洗ではありません。管理棟横、男子小専用と男女洋式各1台、3段目と4段目の間、こちらは1台使用不可、女子洋式のみ。炊事場、管理棟事務所脇、たわし洗剤はありません。お湯は出ません。水場はこの1箇所のみ。数年前までは水の入ったタンクをチェックイン時に渡されていたそうです。今はオーナーさんが毎朝汲みに行っているそうなので、節水に心がけましょう。電源有無なし、 Wi-Fi 環境なし。おすすめキャンパー、初心者キャンパーとファミリーにはおすすめをしません。40歳以上のアメリカンカルチャー好き、男の隠れ家的な雰囲気が好きな方には特におすすめです。売店、コーヒーは無料、コーラやアイスは100円、代金を置いて自分で商品を取るセルフ式です。薪と炭、電話予約時に説明されますが、薪は持ち込み不可、場内で1000円で購入します。以前に乾燥が不十分な薪を持ち込んだキャンパーさんが焚き火をしたところ、薪が水蒸気爆発をして破片がテントに飛び、ダウンシュラフに引火、あっという間にテントが全焼したのが理由です。1000円で1日使うには十分な量をもらえ、しっかり乾燥していて全くはぜませんでした。レンタル品なし、ゴミ捨て場、管理棟脇にあり、ゴミは捨てて帰れます。チェックイン時に燃える用のゴミ袋をいただけます。それ以外もきちんと分別をしましょう。浴場なし、場内施設ジョニーファームという農園が併設されています。他注意事項、大人は最大4人まで、子供は小学生以上、未就学児はサイトが崖になっていて危ないとのことで NG です。場内は禁煙です。4、楽しみ尽くす、近隣丸分かりデータ、食材購入場所、車片道15分圏内に購入場所はたくさんあります。1、一山マート山梨店、いつもは山梨店、車片道15分、営業時間9時30分から21時、年中無休。2、ベイシア山梨店、車片道15分、営業時間9時から20時、年中無休。3、荻野春日井店、車片道15分、営業時間9時から21時、年中無休。浴場施設、1、ほったらかし温泉、車片道10分、営業時間日の出1時間前から22時、年中無休。大人800円、小学生以下400円。泉質はこっちの湯、ペーハー 9.68、 無色透明アルカリ性単純温泉。あっちの湯、ペーハー 10.1、 炭鉱褐色照明アルカリ性単純温泉。2、山梨フルーツ温泉ぷくぷく、車片道10分、営業時間11時から23時、年中無休。大人880円、中学生以下440円。泉質はペーハー 9.3、 無色透明アルカリ性単純温泉。季節のフルーツ風呂も楽しめる、ほったらかしでない温泉です。観光施設景勝地、1、観光施設山梨県笛吹川フルーツ公園、車片道5分、営業時間9時から17時、年中無休。ゆるキャンに登場する公園です。作中登場のカフェは19年3月に閉店、今は違うお店になりましたが、フルーツを存分に使ったスイーツは健在です。2、観光施設桃太郎気まぐれ屋、ほったらかし温泉内にあります。看板メニューは温玉揚げ180円、こちらもゆるキャンに登場します。 TKG 卵かけご飯500円、伝説のカレー1000円からとなっています。3、観光施設武田神社、車片道25分、営業時間24時間、戦国大名武田信虎、信玄勝頼の3代が60年余りにわたって居住した筒子ヶ崎館の跡地です。4、観光施設桔梗信玄餅工場テーマパーク、車片道20分、営業時間10時から16時、工場見学や詰め放題アウトレット購入等ができておすすめです。5、アウトドアショップエルク、車片道30分、営業時間11時から20時、火曜日定休日。ドラマのゆるキャンのロケで使われた地元のアウトドアショップ。他にもサンデイさん、カルノーサキャンプさん、グッドタイムアウトドアーズさん、他甲府市内にはたくさんのアウトドアセレクトショップがありますので、お時間があれば巡ってみてください。近隣キャンプ場、1、ほったらかしキャンプ場、車片道5分、2、スリーストーンキャンプ場、車片道25分、3、黒坂オートキャンプ場、車片道35分。いかがでしたでしょうか。パインウッドオートキャンプ場オーナーさんはキャンパーへのマナーが厳しいですが、新三大夜景、広々と完璧に手入れされたキャンプサイト、受付事務所はアメリカンな演出に BGM はチアズ&ブルース、他に類を見ない大人向けの男の隠れ家的キャンプ場です。このチャンネルでは見るだけでキャンプ
部の知識がメキメキつく動画を目指しています。参考になったな、もっといろいろ知りたいなという方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。